皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズのベイ君です。モンスターハンターフロンティア Z 実況いきます。よろしくお願いいたします。さて、このわけわからん衣装で今日は行こうと思います。でね、多分フロンティアだけのモンスターやと思うんですけど、こいつ行きます。タイクンザムザで、こいつがねめちゃめちゃ面白いというか演出があって、それをね、お見せできればいいと思いますので、今回はこいつ行ってみましょう。よろしくお願いいたします。わかめちゃんやなこれ。というわけでポーンでね、こいつはね基本的に5番から移動しないので、5番でずっと戦うことになるんですけども、やばいっすよこいつは。まず最初はね、そんなことないよ。最初はまあこんな感じやけどね、最初はこんな感じやけど、こいつがねどん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 本体を表してくる。しかも結構強いよね普通に。しかも僕はあのハンターランク5行くん初めてなんで、勝てるか実は不安なんですけども、とにかくね一撃が重いで、空かぶってると思うけど、こいつがね、そうそう、こんな感じでどん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 剥がれて、あ大丈夫です、また大丈夫ね、剥がれていくんですけども、これをね剥がしていくと大変楽しいことになる。それをぜひともみんなに見せたい。頑張るよ頑張るよ。こいつねなんかね画面がねすげえ見づらいことになって、それが怖いんだが、はいはいはい、オッケー大丈夫。そう、これこれ。これでね、すげえ見にくくなるんよね。これあのね、とりあえず、どっか V 破壊したい。あ、これこれこれ、見て見て。痛い痛い、見て見て。ちょっと見えるよね。あんな感じでね、どんどん裸にしていくわけですよ、こいつ。こんなね、自分の衣装みたいな感じ。自分の衣装も相当裸に近いけども、こういう恥ずかしめを、このモンスターに味わわせることによって、何が起こるかを、みんなに、見せたい。頑張りましょう。あー、盾縦タックルからの右、左強し、待て待て、強い、やってられへんかもしれん。ごめんごめん、勝てるかなこれ。後ろ気持ち悪ない？すげえ、ダイオウグソクムシとかなんかそういうの思い出すよね。でね、V 破壊を全部する前に倒してしまうことがね、あの、上位とかではあったんで、ハンターランク、何これ怖いな。ハンターランクがで、5、4以下か。怖いな。これ怖いな。4以下やとすぐにね、死んでしまったので、ただね、これは、ランクがかなり高いクエストなんで、多分いけると思うねんけどな。あら、強いな、こいつ。はい、突進ね。突進からの、あの、ナイトみたいな動き。めちゃかっこいいよね、あれ。これ決めていこうか。これ決めてって、しっかりと V 破壊。よし、来た！とりあえず、1段階目です。こいつね、2段階あります。変身がね。で、こんな感じで裸にしていくと、恥ずかしがって、逃げようとします。恥ずかしがって逃げようとするんだが、そこはまた、閉じ込まったところなんで、バーエロいな、これ。相当にエロい衣装で皆さん喜んでる人もいたりいなかったりするかもしれんが、基本的には喜んでいきましょう。さあ2段階目でね、ちょっとずつね行動パターンが変わっていくんですけど、次の段階をね見せたい。もう誰やねんって感じになるから、もうそれをねとにかく見せたいから、まあ応援しといてくれ。さあ行くぞ。はい、ドン。これやばいね。だから安納してくるよね。安納してる。まず足やって、オッケー、危ないな今。うお、来た来た来た、見て、上上上、剥がれた剥がれた。あとは爪やねんけど、爪がやっぱ大変なんよね。これ怖いね。で、これはこれね。あんまり、ちゃんと、うそん抜いた時が強いやつか。あ、待って、死ぬ死ぬ死ぬ、大変大変大変。抜いた時の方が強いぞ、こいつ。半端ないな。普通刺した時強いのにね。なんかジャックと豆の木じゃないな、もうええわ。思いつかなかったからええわ。玉ねぎ、そう、玉ねぎ抜くみたいな感じ。カブやカブ。ハブでさ、これね、絶対やったな。これ近づいたらあかん。ドーンドーンドーンは危険。相当危険です。曲やたらかっこよくない？ほんで。さあ、みんなが、破壊してくれるのを待ちましょう。CPU。CPU 無敵みたいなとこあるんでね。よしよし。とりあえず、オッケー、ええぞ。1個目の V 破壊。そう、なんかね、4段階ぐらいそれぞれの場所であるのかな。それぞれの場所で4段階ぐらいあってですね。あってですね。はい、これ飛ぶね、絶対。あの感じは飛ぶよね。あの感じで飛んで、飛んだ方がいいか、俺。大丈夫です、大丈夫です。あとでも、この左の爪さえ剥がして、でね、V 破壊ってのが必要なんだが、これ、これ、一番やばいやつ。そーい！やばいっすよ、あれ。あれ、相当のやばさを秘めておるよ。オッケー、ナイス剥がし。いいよ。もう丸裸やんけ、お前。よしよしよし、恥ずかしめよう。あとは受けさすだけ。で、V 破壊もちゃんとせなあかんから、ここで、相当の攻撃をしっかりと重ねていかなければ、ならない。いけ、逃げて。よくいけよ。隙は大きいからね。隙は大きいから、これでしっかりと研いで、しかし隙がそんなになかった。これ逃げろ、これいいや。なんや？おお、そんなんありか。爪！よしよしよし！V 破壊5回目。確かね、
ウィキとかでは8回ぐらいやったから、オッケー、V 破壊。で、なんかようわからんねんけど、とりあえず適当に、攻撃全体、これやばいな、これやばいな、これやばいな、死ぬ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 死んでない、 V 破壊成功だぜ、言うてんな。オッケー、大丈夫。尻尾とかも多分 V 破壊できるのか、剥がした後に何回か攻撃したら V 破壊になるので、あ、これ、ブンブンブン、とりあえず。違う。違う。違うね、違うね。OK、そう。トントン。これいけるね、じゃあ。いやー、全然いけなかった。全然いけん。これは暴れてるね。可愛らしかったな、今結構ね。一回飲んで、一回飲んで。そうなんですか、そうなんですか。あれはね、やる気出たって感じ。あとどこ破壊したらいいんやろ、全然わからない。OK、ナイス破壊、ナイス破壊。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よしよしよし。で、なんかこけてる時は破壊できないらしいんで、この時は攻撃しない方がいいと。そういうこともウィキに書いてありました。全部ウィキ情報。これ、ブーン回しか？ドーン、OK、大丈夫。あれ絶対一撃やね。じゃあ足やね、多分。足破壊していこう。はい、クラウカ。痛いな。相当の痛さ。逃げて、逃げて、逃げて。ナイトタイプ来た。ナイトタイプ危ない。よし、回復しましょう。もう一回俺かいな。OK、大丈夫。ええぞ。めっちゃ緊張する。こいつ攻撃力半端ないな。ドーン、その尻尾痛いの。尻尾痛いのは聞いてないぞ。こっちこっち。多分ね、こっちまだ破壊してないから、これ破壊しよう。よし、いったん、あれ ?8 個目 ?8 個目じゃないの、あれ、これで終わりじゃないの。ちょっと待って、俺のウィキ情報、8じゃなかったか、もっとこう破壊せないのか。来た来たぞ、みんな。ここでみんなにお見せできる。これを見せたかったんや。すごいからね、これ。ゾーン、もう完全丸裸からの、なんだこの光は。光を帯びてからの。すごいからね。さあ、まだ今からね、出てきたぞ。なんやこいつ、光輝いとるやないかーい。そして見て、もうね、防御をね、取っ払ったよこいつ。右手右手、盾なくなったやろ。盾なくなって、もうランス、あ、しまった、俺武器構えとったしなかった、ダッシュする予定でした。こいつしかもね、めちゃめちゃ強いんだね。かっこよくないこいつ。相当かっこいいよね。ほんで、なんかもう、虫、カメ、ウェイ、カメムシ系。で、こいつとね、まだ僕1回しか戦ってないから、もう全然わからへんのよね。潜るんかいな、しかも。待て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 。来るね、これ。は？音速の気候縛りの。はい、そう、やったぞ、お前、音速やんけ。なんや、お前。もう一回来るのかいな。あ、これ早かったか。いやー、強い。強い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 。待て待て。これ1回ね、一回これで無敵時間を利用して、これちょっとだけ無敵やります。煽ってるね、煽ってるね。俺ですか、待て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 。これ死ぬな、死んでない。オッケー、大丈夫、逃げて。これ飛躍飲んだ方がいいか、ごめん、飛躍もちょっと舐めたらあかん。あー、やめてー。オッケー、大丈夫。目の前で潜っていくアトラクションさながら、さあ次。オッケーオッケー、全然あいつがどこにいるかわからんな。こうやった姫のマップな。で、いいよ、ぶねー。オッケー、3回で終了かな。で、回復薬グレートしかない。で、この時青のには絶対ない。オッケー。で、この時にしっかりと攻撃していきましょうか。あ、これ保ってなかったね。一回逃げて。いやー、早しい。なんやこいつ、気持ち悪しい。虫、背中見て、なんか、蓄えあるぞ、こいつ。よう見たら。蓄え、いや、これ死ぬ、絶対死ぬ。いやー、無敵時間があったぞ。なったらたらってやってて、ごめん。今、ウェイ、はい、潜るやつ。さあ、来るぞ。音速の気候し来るよ。音速の気候し、オッケー。もう一回来るね。あと2回来るから、覚えておいて。これ全部俺、全部俺やん。オッケー。で、もう一回来るから、スタミナちょっと回復して。来るぞ！なんだ？大丈夫でした。大丈夫でしたよ、みんなさん。みんな大丈夫やったから安心してくれ、俺が。で、こうして。で、もうそろそろ逃げた方がいいか？もう一回煽ってるね。結構煽り長いね。あの、背中の宝石欲しいな。背中の宝石起こしてくれ。イー、スイーン！雷属性までつく。確かね、麻痺とかもつくんやったかな。もうとにかくこいつね、別人っていうぐらい。もう別人ですわ、完全にね。で、僕のね、防具は、あのね、状態異常とかやってもうた、アホみたいに攻撃してもうた。状態異常は、ある程度はね、向こうにで、やばい、これ回復する暇ないな。回復したい。けど、ちょっと待って、飛ぶしかない。これ飛ぶしかない。やばい、絶対死ぬ。せーい、おもろいけどね、こいつね。で、もう一回、ナイス、回復してくれ。やめて！オッケー、そっかそっか。こいつの方向いてないから、あれか、緊急回避ができるのか。で、味方が一人もいない。味方が私のペンちゃんだけですと。おっしゃ、エレナ復活。いいよ。もうね、マジで CPU やったっけ、なんて言うんだっけ、これ。NPC か、そう。NPC のキャラクターさんがいないと、本当に私無理でございます。OK、いいよ。これ来るね。来るよ。OK、言うた。よしよしよし、今のはかなり奇跡で言うた。あっこ当たり判定がないんかもしれんけど。いっぱい喋ってる。いっぱい喋ってるね。はい、大丈夫ですよ。で、トーン、トーン。で、ゲージ溜めて、で、これ逃げた方がいいね。逃げる。で、スイン、これね、バチーン。オッケー、バチーン。いいよ、覚えた。
今のモーション覚えてる。これマジでさ、攻撃したらあかんな、調子乗ったらあかんな。そろそろ潜るか。これは逃げた方がいいね。これ逃げた方がいいね。で抜いて、なんか飛ばしたんじゃ今。岩飛ばしの系か、そんな系があるんか。オッケー、今のはギザミっぽいね。それはなんや、ギザミやな。これもギザミっぽいね。でスインスイン、かっこいいよね、あのランスを突き刺すがごとく。痛い。そこにも当たり判定があることに驚く。これ死ぬね。そろそろ。オッケー、俺狙ってないね。これ俺狙うか。オッケー、あ、もうこれずっと一人しか狙わんのかな。それやったら、オッケー、助かる、助かる。危ね。爪がめちゃめちゃ近くまで来とったけど。さあ、攻撃してみましょう。オッケー、倒した。やったぞ。見て、この白い体。完全別人格がもう生まれてきたみたいな。そういうところやんね。いや、こいつね、強いんですよ。攻撃力半端ないのと、あと、そう、それぞれのね、モーションを覚えなあかんから、いやー、この背中はごめん、これ何なん背中、マジで。何なんこれ、おかしない。生物学的におかしない、この背中。いや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 、んで、これですわ。口。えぐい。そして、盾よ。もう防御などいらん。私には攻撃のみでいいんだ、みたいな。そういう心意気を感じましたが、あとね、ここの場所まで来たら、ちょっとできないかもしれんけど、採掘があって、かなりね、レアなアイテムが、取れるようになってるみたいですね。3段階目まで来ると、レアなアイテムが、OK! 来た来た来た。出やすいらしい。洋服鉱石はね、めちゃめちゃノーマル。全然ノーマル。ええの来て。いや、ノーマルやな。終わったし。終わってもうたわ。よし、クエストクリアー。というわけで、報酬、見ましょうか。あ、少ないな。しかもこの程度。で、高くなんとかかんとか討伐の証。アナザーターゲット。ウグ職人魂。あ、嬉しいね、これ。で、こいつ、ちゃうんかな。こいつだけの、素材、これかな、小石かな。ここまで来ないと手に入らないっていうか、確率低いんかな、ちょっとわからんけど、ここまで来ないと、もらえない素材とかがあるんですけど、多分今の小石かな。なんか背中に乗しとったもんね。すげえ自慢げに。OV 破壊保証書。非小石。多分この辺をもらえたってことかな。薄い皮をね、上位、時はもらえたんですけども、すごうで、何やったっけ、これ、ゴーシュか。ゴーシュじゃない時は。まあ、そんな感じということで、いやー、なんとか皆さんに、あのシーンを見せれて、私は非常に満足でございました。というわけで、いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたら高評価ぜひ、よろしくお願いいたします。やっぱね、フロンティアだけのモンスターがね、結構いて、まあ、その辺をね、初見で見せたり、まだね、ちょっとさっきみたいに研究して、研究というか、まあ、調べて、それをね、皆さんにお見せしたりっていう動画もね、今後も作っていきたいと思っております。そしてね、生放送をね、楽しみにしてくれてる方、申し訳ない。なかなかね、できる機会がなくて、またね、やるつもりではありますので、ご期待ください。その時はね、皆さんにも参加してもらったり、おかめさんにもね、参加してもらう予定でございますので、よろしくお願いいたします。それでは、次回もお楽しみに。心リンクゲームズのベイ君でした。バイバーイ。アクションなんかする。バイバーイ。